弁6人タッグ待ち30分一本勝負を行います。ブルーコーナープロレスリング歌劇165センチ80キロ、新住浩二。まずは新住浩二がコールされました。黒いトランクス。プロレスリング歌劇170センチ88キロ、ライトランクス小川さとし。プロレスリング歌劇170センチ85キロ、アスレオンデッカー、トロングルカの継承者アステカ。ブレッドコーナーアスカプロジェクト176センチ100キロ、シノセミノシェキ。さあ、篠瀬がコールされた旗揚げ戦であります。篠瀬です。ヒートアップ所属160センチ70キロ、田村和弘。ヒートアップ田村和弘。メビウス所属175センチ90キロ、エイペックスオブトライアングル金、折原正雄。そして最後のコールされたのは折原正雄。レフリーソフト今井。プロレスを盛り上げようとする気持ちは皆同じ。さあ、いよいよメインイベントですかね、はい。すごいメンバーが揃いましたね。これもなかなか普段見れないこうチーム編成、マーカーコーナーの方はですね、はい。で、まあ、アステカ選手、今日は、まあ、博多から取り込んできたわけですけれども、はい、さあ、いきなりですね、折原とアステカがちょっとやり始めまして、不穏な空気、これはもう、あ、指名しましたね、折原も出ますか、折原、アステカで始まるかもしれませんね、この6人タッグマッチ、本日のメインイベント、アスカプロジェクト旗揚げ戦メインイベント。さあ、今ゴングが打ち鳴らされました。まあ、折原選手もアステカ選手ももうベテランって言っていいぐらいの。そうですよね、はい、ね、ロックアップから始まった力が比べ、折原かそれともアステカか。まあ、ここは五分と五分。まあ、プロレス選手のプロレスを盛り上げようという気持ちはですね、かなり熱いものを持ってますから、はい、さあさあ、その戦いでもあります。折原選手は本当ラフよし、はい、テクニックよし、まあ、飛び技もあるホールラウンドで。そうですよね。アステカ選手はベースはルチャなんですが、はい、どちらかというとその飛んだり跳ねたりというよりは、まあ、いわゆるルチャクラシカっていう、はい、じっくり攻めるスタイルですね。そうですね。それがこの戦いの中で展開されるでしょうか。表を向くアステカ、そして今度は手前を返し折原、まるで合わせ鏡のような攻防がまずありました。本日のメインイベントであります。厳しい表情折原、対しますアステカ。全身赤、押せ押せ押せ、力くなる赤のアステカ、そして黒の折原。折原が勝る。ホールの体勢、もう一度折原が抑え込んだ。おっと、逆に今度は折原の首を捕まえた。しっかりとホールとして投げに行ったのはアステカでありました。まず序盤戦はこれ一心に行ったような攻防ですね、はい。さあ、それを見つめているコーナーの4選手、これまず本当に、はい、技術的にレベルの高いところを出してます、ね、そうですよね。両チームのボスがお互いに先発を買って出た。折原が熱を呼び込むような形でこの試合が始まったわけであります。アンデスのメインイベント、折原が走る、それをどう飛ばしていくか、飛んでいるドロップキック。そうですね、いいドロップキック、アステカであります。アステカ選手もレベルの高いはい、しまして、はい、その後は九州で自ら過激を旗揚げして、はい、おお、後ろからのラリアットです。ホールの体勢折原、今度はカウントは2カウント。
小川、そして新泉が取り上げていますどうぞ。日本ではね、道の駅プロレスを皮切りに各地でローカル団体があるんですが、まあ、そのローカル団体の中でも比較的早い時期から活動していたのが、はい、いるのがこのか、アステカ選手が、はい、主催してます過激です、はい。でこのアステカ選手に対しまして、ヨシー・サンダーライガー選手もかなり認めた活動してますからね、対戦してます。おーっと、これは自爆であった、読んでいた折原であります。折原か、それともアステカか。ここでタッチをする田村入る、田村選手とそして新泉ですね、はい。これは新泉選手の試合何度で見るの初めてなんですが、はい、まあ、多分あのレガー戦つけてるということは、はい、田村選手はリンガールキャンプ出身で、はい、現在はヒートアップというか、はい、主催、まあ、この王子を別にやってるんですけど、はい、そうですね、アマレスキックボクシング、柔道がベースにあるそうですね、はい、格闘技の強い選手と言われています。この新泉浩二36歳、新泉選手の体は一回りでかいですか、ね、そうですよね。おお、強烈、一発一発激しい。さあここはどうだ、蹴りで入った。田村選手も体ちっちゃいですけど、こういう打撃とか関節のキレは素晴らしいものありますね。そうですね。そして先日の篠瀬との一戦で、はい、まあ、この参戦を決めたとも聞いておりますので、ね、さあ篠瀬に入ってまいりました。さあそして篠瀬もですね、37歳でデビューをしましたが、小川選手もですね、なんと40歳6ヶ月でデビューしたと、現在48歳です。そういった意味では48歳にしては、はい、よく鍛えたら欲しいですけどね、はい、そこの肉はありませんが、発表からいきます。ダイナマイトキットに憧れました小川、今年であります。アステカとの出会いが彼の人生をちょっと変えた。そうですね、夢を叶えた2人。さあここはどうだ、周囲に何と言われようと自分の夢に突き進んだ2人。篠瀬37歳にしてプロレスデビュー、現在はこのおーっとパワースラム、というよりは、はい、タイミングでね、はい、投げました。そうですね、5分経過、その篠瀬を捉えるか。これは旗上げて負ければ負ければいかない。篠瀬が今、そしてエルボー落としていく。やっぱりコンビネーションは過激のトリオの方がね、ちょっと上ですね、はい、赤コーナーはやっぱり、はい、トリオを組むのは初めてですからね、というかそれぞれの組み合わせの単純を組んだこともほとんどないで、あーなるほどね、あーとなるとね、田村選手のタグというのを僕見たことないので、となるとコンビネーション的には青コーナーサイドでしょうね、はい、はい、篠瀬首筋ですね、ちょっとかなり変化してまいりました。さあ今度は小川が入ってくる。そして新泉はコーダーの2人を蹴散らしている、分断を図ろうとしている。まあ体格的にはですね、はい、過激のチームの方が、はい、一回りちっちゃいので、はい、はい、まあ、こうやってコンビネーションを崩した攻撃というのも有効ですね。そうですね、はい、篠瀬は100キロあります。夢を叶えました。まあ、篠瀬選手も決して器用な選手ではない。あーっと、あー、ここでお折原入って、おお折原、おいやでもあのおっかない折原選手に向かっていきますよ ね、はい、ここは引いていない、引いていな いです、ね、はい、小川隆史48歳小本能とも言われている小川、そして引っ張り込んで48歳とは思えない向こうですね。そうですね、かなり気も荒いんでしょう。そしてアステカ入ってまいりました。ドスカラス、ソラール、初代タイガーマスクの胸を借りまして自分の理想を追い求めてまいりました。このアステカ、さあ篠瀬に対しまして背中越し、さあここは篠瀬頑張らなくてはならない。さあちょっと相手をちゃんと見ていきたいですね、篠瀬選手。そうですね、見るのには様々な混乱がありました。それを乗り越えて今日旗揚げ戦、顔面に、そうですね、きつい攻撃だ。アスカに近いこの企画応じてアスカプロジェクト旗揚げ、今日がその旗揚げ戦メインイベント、なんとか白星で飾りたい篠瀬、負けるわけにはいかないぞ。さあどうだ、しっかりかわした、今度はどうする。そうですね、体の大きさが一つの武器ですから、はい、
木の白瀬から今度は田村、お中に入ってきた、折原も入ってくる、おお、ツープラトンですね。これはなかなかない連携ですよ、はい、さあまず田村、そして今度は折原、さらには白瀬が行く、とどめなしません、強烈右のエルボー、いやラリアットです、強烈です、強烈、さあ田村選手もね、はい、あのここをもうベースに1年以上経ちますんで、なんとかそのあたり血のりを生かしたいところ、田村、田村どうだ、カウントが2カウント、腕しぎ、さあ腕しぎ逆襲者の体勢、テコの応用です、テコの応用、これをクラッチを離せば外せば俺のもんだと、どうだ、さあどうだどうだ、しかしロッテが入った、ロッテアタックではなかなか関節技というのがね、ちょっとね決まりづらいですよね、さあ今度は折原入ってくる、折原とリズム、お強烈な蹴りが入る、折原の竿であります、さまざまなリングを経験する、大きな怪我もありました、それも完全に、はい、あのメビウスのね、はい、そうですよね、ひどく充実してる感じがします、確かにおっしゃる通りですね、やる気満々でこの一戦を迎えたわけであります、折原正雄返した、どうだ、おーっとコンプリートショット、さあ今度はいい流れを受けて、そうですね、さあここはなんとか決めてほしい、篠瀬、37歳にして出てきた夢を叶えた男、今度は地域に貢献する、その第一戦だ、どうだ、カウントは2カウント、カウント2であります、篠瀬ガンガンいけ、篠瀬に対するトレックスを受けてきた、強烈、さあエルボー重い、重い、水のエルボーは重い、篠瀬コールが起きている、篠瀬コールが起きている、篠瀬頑張れ、篠瀬頑張れ、多くのサラリーマンは彼のファイトに勇気づけられている、あーそうですね、まさに中年の星、はい、過激勢の気迫が素晴らしいですね、そうですね、息が合ってます、今ね、はい、あの東京での試合機会、まあ、九州が、博多が本拠地ということもあって、はい、なんかこうめったにない、はい、過激としての、こう東京久々の試合になんかあと気合が入ってるんでしょうか ね、はい、この気合で篠瀬選手も負けちゃダメですよ、そうですね、いや本当どうかしたら篠瀬選手に負けないぐらいの気持ちを持ってこの試合臨んでますよ、そうですね、いやいや影決の方がちょっと勝ってるような感じがしますね、はい、気をしている、これで篠瀬選手気持ちで負けるっていうのが一番ダメですからね、そうですよね、俺は決して器用ではないと、でも気持ちでは負けないんだと、そう日頃から話しておりました、篠瀬、篠瀬前に出ろ、しかし背中を回る、このネイティブの攻撃、ネイティブボース、ちょっと気を下げている、亀井先生、一発一発の攻撃は本当に気持ちが入ってますね、入ってますよね、さあブレンバスター、高速ブレンバスター、カバーだ、どうだ、足を乗せている、カウントは2カウント、かなり効いてますね、そうですね、ちょっともう虫の息か、すいません、頑張らなくてはならない、旗揚げ戦、さあこの声が聞こえるか、そうですね、ここ企画を盛り上げるんだ、そういう思いで旗揚げをした、あそこからのヘッドバット、正面からのヘッドバット浴びてしまいました、プロレスで人々を元気にするんだと、そういった思い、篠瀬まだまだやられるわけにはいかない、しかしその背中に向かっていく、この3人の面々、俺たちは九州から来たんだ、そういう思い、その凄まじい思い、すごいですね、ブレンバスター、そして汗が張っている、汗が来た、もう勝ち誇ったこの表情だ、両手を上げた、そろそろ決めに来てますか、決めろ決めろ、完全に決めに来ました、篠瀬大の字、篠瀬大の字、足を取った、足を取った、肩逆横の体勢に入る、肩逆横の体勢に入ってきた、すいません、ここはギブアップをするわけにはいかない、これ泣いたら声を聞かせようってことですね、そうですね、この時はあえてギブアップを迫っております、篠瀬の口からギブアップの声を聞かせようと、さあロープになんとか水に降りたいところ、ロープブライク、これ過激勢は篠瀬じゃないかもしれませんね、いややっぱりこの3人の方が篠瀬選手は狙われるのは自然ですからね、はい、果たしてもこの会場からは篠瀬コール、
どうだ、もっと打ってこいと、はい、それ以上のこのアステカの攻撃、アスペントモンスターこの会場で篠瀬コールが聞こえているが、その声援は聞こえているのが篠瀬、挑発してますね、まあ面白いようにタッチを繰り返す過激勢、決めつらいおい、メイズミが対角線を使うか、対角線も使う、メイズミ突っ込んだ、これもまたまともにもらってしまう、さらにどうする、距離を生かす、膝強烈な膝、これ完全にまで顎に入ったような感じがしましたね、そうですね、その後ろからなんとか織原が手を出しますが、ちょっと心配そうな織原、そして田村の表情、左手打ち、右のエルボー、篠瀬選手はエルボーが得意ですが、そうですね、今日は見られるか、場所がエルボー、もう成り振り構わずね、はい、タッチだ、タッチだ、タッチできるか、そのタッチをさせない、もう一回行けと、もう一回行けと、折原はその指示を出した、どうだ、投げるか、キャプシューの夢に投げていきました、さあそして今度は小川が入っていく、小川が入る、篠瀬ちょっと苦しい、かなり苦しい、肩で息をし始めた篠瀬、バックを取った、バックだろ、バカを敵落とし、これはどうだ、出てきましたね、そうですね、今カツを入れましたね、はい、今強烈なバックドロップ、袖投げました小川、こんなもんなのか、こんなもんなのか、小川が吠えている、ダウンカウント取りました、ね、ダウンカウントです、さあダウンカウント、これはカウント10の間に立ち上がらないとまずい、大丈夫とレフェリーは判断をした、さあローキック、そしてハイキック、ハイキックダウンです、さあレフェリーがダウンカウントを始める、カウントが2 3 4、篠瀬コール聞こえるか、篠瀬コール聞こえるか、ベースメントモンスターから篠瀬コール聞こえるか、篠瀬スタッフを盛り上げるその気持ちだけ、アリアット左、15分経過、またしても今度はどうだ、サソリに入るのか、スコーピオンのデスラック、サソリに入るか、サソリに入りました、サソリがため、さあ今度はちょっと距離がありました、そうですね、参っただけはしてほしくないですね、そうですね、たまらず織原入ってくる、おお、ここはなんと篠瀬にカツを入れましたね、頑張れと、お前が森部選手の、ちょっと待ってください、これメビウスで、そうですよ、これはどういうことなんだ、これは一体何ですか、そうですね、なんかこう反響を翻すというか、仲間でありながら、ちょっと待ってください、あれ折原選手下がっちゃいました、下がっちゃいます、折原が下がる、デビュー試合が下がる、どういうことですかね、これはだから、まあちょっとこう不甲斐なくてやってられないということなのか、はい、鼻からこれはもう折り込みの行動だったのか、どうだ、抑えて、取り返さなければならないぞ、カウント2、いやもうこれ3対2だと、はい、ピンチの時のカットを、はい、助けに行くのなんかもう絶対不利になりますから、そうですね、3対2になってしまいました、なぜかあの織原が試合放棄、あ強烈、これは40歳でプロレスデビューしたんだぞと、お前そんなもんなのかと、小川が吠える、そんなものかと、小川が吠えれば、すいません、どう返答するんだ、エルボードロップ、そんな返せるか、返すんだ、カウントは2、カウント2であります、アスカプロジェクト旗揚げ戦のメインイベント、大波乱であります、大波乱の様相を呈してまいりました、そして今度はニーズに決めろと、そういう指示が出た、スープラトンの攻撃、アスカにブレンバスターであります、かなり長いですね、長いですね、ロンリーバトルが続いている篠瀬、東の分断、
どうする篠瀬ネタのコーナー、かわしたラリアット、そしてラリアット、ラリアット3連発さあ、ここで田村に出すことができるか、交代したいですね。そうですね、田村が、田村が目を出して、田村、ここは田村に任せるしかない。田村和弘ヒートアップ、さあメダル3つ、得意の蹴り、さあ田村選手はね、もう体力が十分受け取ってますから、そうですね、ここは田村に任せましょう。おー、スイングブレード、スイングブレードを出してまいりました。さあコーナーでスクッと立ち上がって、田村、こっからどうする、田村が飛んできた、ミサイルキック、いいミサイルキックであります。そしてフォールの体勢に入っていく、どうだ、カウントは、カウント2カウント、いい流れを作りました。ただこれ勝負どころのかけ方ですよね。そうですね、田村選手はミノルスペシャルという、はい、田中ミノル選手の、はい、得意技、はい、さあこれ狙ってますか、そうですね、永田、そして田中ミノルを尊敬してやまない。さあ今度はどうだ、はい、そして腕を取った、腕を取った、ハンドルですね。そうですね、ただ関節技はこの3対2の状況では、はい、ハットに入られてしまいますからね、駆け引きも余裕がありますよね、はい、ただ決まらないだろうと、そういうジャッジをしたわけであります。さあ2組は徐々にロープに近づいてまいりました。足ロープブレイクであります。やはりサブミッションで決めるのはちょっと難しいでしょうね、よっぽどタイミングを見ないとちょっと難しいでしょうね、はい、そうですね。さあ蹴り2つ、ミドル3つ目、受けの付け根、さあもうミドルスペシャルを狙いにいってるんですか、はい、もう剛腕だ、投げ倒すように持っていた小川が入ってくる、小川が入ってくる、さあこれウルトラタイガーマークだ、来ました来ました、さあこれでいいところをもらったんでね、汚名返上といきたいところ、篠瀬さあ頑張れ、本当にもうね、ワンポイントを逃さず決めに行かないと、はい、この3対2の状況で、はい、あのカウント3なりギブアップを取るのは本当に難しいですからね。そうですね、おお、この5歳フです、気迫のエルボー、もう一度バズーがエルボーが火を吹くか、どうだ、抑えた抑えた、カウントバー、カウントバー2カウント、はい、さあ佳境に入ってまいりました。さあスタミナ的にもきついところですけど、はい、ここは頑張りどころですよ、そうですね、一番苦しいところ、しかしここを乗り越えなければならない、何のためにこのアスカプロジェクトを旗揚げしたんだ、しのせんブルダッキングヘッドロック、ブルダッキングヘッドロック決める中、小川ライアンも顔面ですね、顔面、さあどうだ、返せるのか、田村が間に合った、カウント2、これ、ね、カット入んなかった、3つ入ってましたね、そうですね、そして田村を送り出した、そしてダーマンシャー、さあ足手の選手はもう完全に今田村選手を殺したので、そうですね、ネズミ上がって、ネズミがネズミ飛び込む、これは誤爆、よく見えていた、すみません、どうする、ようやく1対1、そうですね、さあいよいよこの2人の中連の星がこのリングで向かい合った、行け、負けるな、負けるな、行くんだ、行け、さあこれ中年の意地を、そうですね、意地の張り合いだ、どうだ、抑えた、やっぱり人が多い、そうですね、どうしても数が多い過激勢が有利に試合を展開している、ここで田村が場外に足手を固定している、エルボーパッド外しましたよ、はい、さあ勝負に出るか、しのせ行くしかない、めげー、さあこれでどうだ、抑えた、カウントバーベストバブーガイドの勝利、ウィナーイズシノセミトシジ、勝った、ありがとうございます、本当に江戸春の九州から、すいません、ありがとうございます、最初のオープニングと今といろいろ言うことを考えたんですけど、飛んじゃって、プロレスがやっぱ好きなので
許されるこんなお二人のしがないおっさんの夢に付き合っていただいた皆さん、もっと、もっとおっさんだよですね、これね。お前はまた見たい。おはようございます。正直言うと今のお客さんと同じで、僕小川さんと戦いたかったんで今日。見てる人が声をかけてくれたのが小川さんだったので、多分一番の方なんです。一番尊敬をしています。はい、なのでこれからもよろしくお願いします。であとすいません。後だけなんですけど、王子を引っ張っていただいている先輩として先輩途中で帰っていった織原さん、いや、さんじゃない、織原、織原にも何か言ってね、タトゥーを彫ってるからって声が出るよなので、とりあえずあの方は少しします。今日はありがとうございます。で、実は今日この旗揚げ戦が、なんか熱が通じまして、地元のケーブルテレビ JCN 北さんでですね、J5 系列なんですけど、オンエアされることが決まりました。JCN の方は見てください。それで良かったって言ってください。じゃないとその後が続くかが分かんないんで、お願いします。博多スタイル面白いもんだな。番組は終わったけど、また東京来てもいいかな。ありがとう、また来るよ。ありがとう。また来月もあります。応援よろしくお願いします。